日頃から僕の漫画作品を愛してくださり、また僕の活動を応援してくださっている皆様、いつもありがとうございます。今日は一つお願いがありまして、動画を回しています。先日ですね、私ツイッターアカウントをね新しく開設しましたところ、ものすごい反響がありました。ありがとうございます。でその反響とともに、なんかそろそろ連載再開するとか、なんかそういうことをね言って喜んでる人がねめちゃくちゃいるんですけど、ネットニュースでも取り上げられまして、でも僕連載再開するとは何も言ってないんですよ。ただ描いた絵をね見てほしくてあげてるっていうだけなんで、なんかねただあげてるだけなのに、そこまで言われちゃうとちょっとすごいプレッシャーとかでちょっと嫌になるから、ちょっとそこはねちょっと察してもらいたいなというふうに思います。さらに今までね2年以上ぐらい、連載を休んでいたんですけれど、その理由をね深く詮索したりとか、早く漫画描けたとか、なんかいろんな声がねもうすごい来て、もうなんかうわーってなっちゃってるんで、そこら辺もね静かにしてほしいなというふうに思います。でまたこうしてね連載を休んでいる間にこのね僕とまたは僕の漫画作品をねネタにして、なんかすごいねなんか YouTube とかでね動画投稿してなんか収益化してお金をね荒稼ぎしている人がいるんですけれど、まあね著作権とかに触れなければ全然大丈夫なんですけれど、なんかそういうのもねやめてほしいなというふうに思います。僕はね漫画家として今まで生きてきましてね、描きたい時に漫画を描いているだけなので、なんかねちょっとあんまり騒がれるとちょっといい漫画作品が描けなくなるので、そこら辺をね静かにしておいてくれたらありがたいなというふうに思いました。というわけで、まあ、今回連載再開するかはちょっとまだねわからないんですけれど、もしも連載再開しましたらねぜひとも、私の作品で楽しんでいただければなというふうに思います。ありがとうございました。